駅スタンプは駅に置かれている記念用のスタンプ。駅スタンプはハンコの文化がある日本発祥のもので台湾の駅などにも見られる。1958年大船駅70周年記念に作成された駅スタンプ。大船、観音、鎌倉師匠、小畜大船撮影所のマーク、湯河道と鳥居があしらわれている。大船観音は JR カゴの駅スタンプにも継承されている。主に旅客がその駅ならではのスタンプの絵柄を楽しむために設置されたハンコである。現在日本の多くの鉄道事業者で設置されているが、特に旧国鉄時代に統一シリーズで設置されたものが有名である。本格的な駅スタンプは1931年に福井駅に設置されたものと言われており、それ以後、 日本全国の主要駅に駅スタンプが設置されるようになった。駅の開業や列車の完成、路線の廃止などの際には特別にスタンプが設置されることもある。また、鉄道駅をめぐるスタンプラリー用のスタンプが設置されることもある。駅スタンプの収集家のことを押し鉄という、口述のように基本的に 駅スタンプはその駅を管轄する事業者によって作成、配置される。しかし、委託駅や無人駅には設置されないことが多く、この場合駅の管理者や観光協会、地元の有志が作成した非公式のスタンプが設置されることもある。青い森鉄道のようにあえて無人駅を含む全駅分のスタンプを作成し、保管は、 最寄りの直営駅で行うというスタイルをとっている事業者もある。スタンプは誰もが押せるように本体とスタンプ台が改札付近に置かれていることが多いが、大規模な駅では緑の窓口のスペースに設置されていたり、駅係員が友人改札で保管している場合もある。ディスカバー・ジャパンスタンプ台1970年に全国の約1400駅に設置された。 この時は、統一的なデザインが示されず、形も丸、四角や変形のものなど様々であった。以前からその駅にあったデザインに、ディスカバー・ジャパンの文字を入れたという駅が多かった。文字の表示は、当初は、ディスカバー・ジャパンと風光系のような矢印がついた、ものが大多数であった。その後の第2弾では、ディスカバー・ジャパンと矢印の代わりにハイフンを入れ、 ジャパンの文字を大きくしたデザインになったが、一部の駅では、ディスカバージャパン表記で初期と同じ書体のものがあった。関連品として、専用の丸いプラスチック製のスタンプ台が設置された。この台には、目の高さには六角形の広告などを挟む板が2枚付けられていた。現在でも、地方の駅でこのスタンプ台を見かけることがある。また、 スタンプを集めると記念品がもらえるキャンペーンに合わせ専用のスタンプ帳も登場した。周遊券の購入客向けに渡されたスタンプノートと一般向けに販売された国鉄監修のスタンプノートがあり、一般向けは交際出版社が出版し、駅の売店などでなどで発売された。一般向けのスタンプノートでは関東には 全国のスタンプ設置駅が路線図で掲載され、表紙はその後のスタンプのシリーズが変わるごとに更新されて登場した。1977年から始まった全国キャンペーンで国鉄のテレビ CM でも流された。一枚の切符からと書かれた貢献切ップに M 型の改札バサミを入れたデザインであった。この時点で設置した駅では、 ディスカバージャパンのスタンプからの置き換えがあったが、併用していた駅もあった。また、設置された駅はバスを含めて、名所、旧席の最寄り駅297駅で、しかも各管理局内で最大でも十数駅であった。ため、ディスカバージャパンのスタンプもかなり残っていた。この中で、千葉管理局管内の駅には、ようこそ、房総へ。 も統一して入れられていたのが特筆できる。1978年から始まったいい日旅立ちはディスカバージャパンの続編とも言えるキャンペーンである。ただ、全国的な大規模のスタンプ設置は行われず、主要駅のみであった。一説によると、これまでのスタンプが消耗したため作り替えられた、駅にのみ設置されたとも言われている。設置された時期もバラバラであり、 シリーズものというよりは、実質的にはこの頃に制作されたスタンプにロゴを後付けしたものであった。山口桃江の同名の曲もヒットし、キャンペーンに使われた。私の旅スタンプ代1980年に、今までの国鉄キャンペーンのためのスタンプ設置とは異なり、スタンプを押すことが主体の企画として登場した。 国鉄認定駅だけでも約740駅に設置した。国鉄認定駅とは、私の旅スタンプノートにあった設置リストに掲載された駅のことであり、定義が曖昧であったため、国鉄が私の旅スタンプに認定しなかった駅や、独自に駅や、管理局が制作した類似品設置駅など対象外の駅を含めると800駅近くに上る。必ずしも、 ターミナル駅に配備されたわけではなく、規模が小さな駅でも特色があれば設置されたことが大きな特徴である。この有名な事例が山手線で、隣同士の目白駅と池袋駅であり、前者には配備されたが、後者は対象外であった。スタンプ自体に意味を持たせたこととその駅のある地域の自然や文化、駅の特徴などにちなんだキャッチフレーズが入れられ、 〇〇の駅などと表示され、イラストが入ったということが特筆できる。スタンプの意味は3種類の色と4種類の形を組み合わせた12種類に分類された。規定の骨格は国鉄本社が決定したが、細部は各鉄道管理局に任されていたため、各地で違いが出ており、字の書体は各管理局で異なっていたほか、 東京西局では中距離電車の区間である炎山や甲府なども中央線表記であった。この中で一番少なかったのが国鉄で一番で稚内駅、千歳空港駅、度合駅、横川駅、野辺山駅、東京駅、曝露町駅、桜木町駅、津駅、二条駅、小松島駅、平戸口駅の各駅が採用していたが、 最後まで残っていた桜木町も撤去され消滅した。関連品としてはディスカバージャパン以来の専用のスタンプ台が設置された。これは間伐材を利用した木製のもので、正面にスタンプの陰影が大きく掲げてあり、遠くからでもスタンプのありかを見つけることができた。このスタンプ台は後に、 他のスタンプで使用されたり、スタンプ廃止後の掲示板や物置台として使用されている場合もある一方、駅の改装工事などで撤去された駅も多い。スタンプノートも私の旅スタンプノートに生まれ変わり、1ページに上下2個分を押せるようになった。この私の旅スタンプノートは後に1ページに1個分のサイズになったものの、現在も発売されている。 JR カゴには各社で追加設置や独自仕様への改造が行われ、JR 東日本ではルックイーストキャンペーンに伴い図柄にルックイーストロゴを追加したものが登場した。また JR 四国では複数駅に追加設置された後、路線名を本線から線に名称を変更したことを機会に小型化とカに JR 四国年月日と 日付の書き込みができるように変更された。小型化された分、絵が若干簡略化されている。JR 西日本では、アーバンネットワーク内の駅には、各線の愛称が追加され、例としては、姫路駅の場合、山陽本線の表記とともに、JR 神戸線の表記も入っていた。また、広島市社間内では、路線名の隣に、駅から、 散歩ロゴが追加されたものが登場した。JR 九州では、鹿児島、宮崎地区の複数駅に追加設置された。国鉄時代は7センチメートルが標準と、大きさが規格化されていたが、後年では、大きさや仕様にも違いがあり、千葉駅や成田駅では小型になったケースや、1990年頃から、旧福知山管理局エリアの駅では、形はそのままに、 シャチタイ員に変更し小型化されたケースがあった。一時期水戸駅に設置されていたスタンプは10センチメートル、四方の正方形と非常に大型化されたのに対し、隣の勝田駅のスタンプが6センチメートルであり、両者の差は3倍もあった。その後、登場から20年以上経過していることや各社を呼び、死者ごとのスタンプシリーズが整備されたこと、合理化に伴う部人化。 管委託化が進んでいることなどにより消滅が進みつつある状況である。特に JR 東海では本社、静岡入りが共に統一院の整備でほぼ消滅し JR 西日本も統一院の整備でほぼ全滅した。なおエポック社より私の旅スタンプコレクションという名称のボードゲームが発売されていた。1980年に始まった。 乗りつぶし企画である、いい旅チャレンジ2万キロメートルの開始後、九州内の木、終点駅に置かれていた駅名の書かれたスタンプである。国鉄時代に開業した東海道、東北、上越の各新幹線の停車駅に、ステインレス製のスタンプ台とともに、新幹線改札付近に設置された。東北と上越では、開業時に開業記念スタンプが設置され、 好評だったことから、その後東海道を含めて全駅に乗車記念として、再度設置された。基本的には、新幹線と停車駅周辺の観光地や、風景などを入れたものである。現在でも小田原駅、小山駅、熊谷駅など一部の駅には残っているが、設置場所が事務室や窓口に変わった駅もあるほか、上野駅と大宮駅では、 元々の上越新幹線乗車記念スタンプから上越新幹線乗車記念を削除して作り直したスタンプが現在でも使用されている。山陽新幹線は新大阪以外には統一スタンプは用意されなかったが、山陽新幹線全通10周年記念スタンプが代わりに設置された。また、JR 西日本では、 500系のぞみ乗車記念を望み停車駅に設置していた時期もあり、JR 東日本でも1998年の夏と2007年度に新幹線スタンプラリーを企画していたこともあった。なお、東北上越新幹線の開業記念スタンプは現在、鉄道博物館に収蔵されている。2005年より統一員が順次設置されている。 7.7センチメートルの円形スタンプで、私の旅の円形版を模しているが、基本的に星や路線名がなく枠の線や文字が、太いのが、大きな特徴である。なお、2017年から発売されていた、我が町ご当地入場券では、無人駅を含め多数のスタンプのイラストが、描かれているが、うち数駅で新たにスタンプが設置された。 初期には国鉄に準じたキャンペーンごとのスタンプが設置されていたが、2000年代以降は各支社ごとに独自のスタンプを設置するようになっている。奥の細道1989この頃に展開されていたキャンペーンルックイーストの中で行われた松尾芭蕉の奥の細道の旅から300年経ったことを記念して、 同社館内にある、馬蕉ゆかりの地への観光キャンペーン関連として、制作され、東京駅、新宿駅、上野駅、北千住駅と東北地方及び新潟、栃木両県内で、馬蕉が区を読んだ地に、最寄りの、かつ従来からスタンプを設置していた41駅に、設置された。なお、一つの駅には1から4個配備され、同じ俳句のスタンプが数駅に、用意されていた。 駅名とその最寄りの地で読まれた場所の区があしらわれ、駅名とルックイーストのロゴが入る。東京支社新宿地区、新ちゃんのスタンプノートこれまでのスタンプの老朽化や紛失が多かったため、支社統一院が作成される前の1999年7月に、新宿指導センターが独自に制作し、館内の山手線恵比寿駅高田の馬場駅間と、 中央線の四谷駅西小木久保駅間に整備された。形状は8.5センチメートルの円形だが、これまでの私の旅スタンプと同じ二重輪郭星マークがあるタイプとそれ以外に分けられる。図案は各駅でバラバラで JR のロゴマークのみがすべてに共通である。なお、新ちゃんとは新宿地区のマスコットであるおじぎ姿の駅員の名前であり、 新宿駅のスタンプにも描かれている。比較的新しいスタンプではあるが、死者全体の統一員が制作されたため、現存しているのは新宿駅のみとなっている。このスタンプの特徴としては、これまで私の旅スタンプがあった駅でも仙田谷駅と中野駅は、型が円形になり、中央線が JR に書き換えられただけで、 ほぼ、オリジナルと同じ図案であるのに対し、エビス駅は引き続きエビス様を図案にしたものの全く、形が異なり、原宿駅と新宿駅に至っては、私の旅とは、全く異なった図案に変わっている。駅から、ハイキング、駅から、ハイキングキャンペーンの参加記録として、スタート駅に、小型のシャチハタインが用意されている。最初の頃は絵柄が入れられていたが、 途中から駅からハイキング券に変更になり、駅名と県名のみのスタンプとなった。最後に整備されたものは通常のゴム印となったが、その後参加システムが変更になり、スタンプが不要になったため、現在では新しいスタンプは作成されていない。本来はハイキング参加者のためのスタンプであるが、参加者以外でも夏印できる。同様のスタンプは、 JR 西日本にも駅から始まるハイキングとして存在するが、同社は専用のラリー帳以外への応援を禁止しているのが東日本との違いである。このキャンペーンではもともとハイキングの参加記録を付けるのが目的の上すでに他のスタンプが配備されていることが多いため、ほとんどの駅ではハイキング終了後に撤去された。新潟市社ではこの他に オリジナルの越後庄内駅からハイキングのスタンプも制作されていたが、現在ではほとんど残っていない。なお、スタンプの設置主体は JR 東日本であるが、駅からハイキングのスタート駅には、私鉄の駅も含まれていたため、鹿島臨海鉄道の大洗駅と長蛇が、浜塩西浜那須公園前駅、小港鉄道の養老渓谷駅、 伊豆箱根鉄道の相模沼田駅、伊豆急行の伊豆渡川駅にも設置された。死者統一スタンプ平成中期から各死者ごとに独自のスタンプが整備されつつあるが、森岡死者では現在死者統一員がない。なお、関東の駅1 0 0 0人定駅では、1998年から2001年まで4回に分けて開催された。 スタンプラリー用に用意されたスタンプが存在した。現在でも JR 東日本では両国駅、御嶽駅、大月駅、足利駅、大磯駅、横須賀駅などで残っている。東京支社過去に2度統一院が設置された。横浜支社横浜開港150周年記念として行われる横浜、神奈川デスティネーションキャンペーンの一環として2009年4月に 横浜市社管内の直営駅全60駅に設置された。ディスティネーションキャンペーン終了後も引き続き、駅スタンプとして活用されており、係員に申し出れば応援することができる。なお、同市社の横浜線を走行する E233 系電車に一時期、横浜市社の駅スタンプの絵柄の装飾がされていた。八王子支社2002年のスタンプラリーに際し、 京王電鉄管理の部イ河原の駅を除く管内の友人駅すべてに設置された。形状は直径5センチメートル角の小型で路線名、駅名、ゼブララインと会社名で囲ったものである。大宮支社2002年より設置された。5センチメートルの円形内にイラストと解説が書かれ、路線名のない JR 東日本駅が下の方に書かれている。 2005年夏に宇都宮線開業120周年スタンプラリーを実施した際、新たにそれまで大宮支社としてのスタンプがなかった蓮田駅や、それまで国鉄時代に制作された駅開業100周年など4種類が使用されていた茎駅などに追加されたが、この時のスタンプは輪郭の部分が太いのが特徴である。設置に際しては専用のスタンプ台も制作された。 また、カラス山線の3駅のスタンプは、他の駅より、若干大きかった。高崎支社初期はキャンペーンごとの支社独自スタンプが、設置されていたが、2000年以降は、大掛かりなデザインの変更はほとんど行われていない。水戸支社他の支社と違い支社全体にわたる、統一員はなく、小規模な使用統一のスタンプが、散発的に設置された。また、 統一性がない駅独自のスタンプは、館内の駅で散発的に設置されており、2012年より設置のほとんどが車中旗式スタンプである。千葉市社支社統一員としては、比較的初期の1998年より設置された。円形の上部に絵柄を配置し、下部に JR 線の地図記号で仕切り駅マーク内にフリーガナで表記し、その下に、 漢字で駅名を表記している。ただし、鹿島サッカースタジアム駅のように振り仮名が長い場合は入れ替わっている。設置基準に統一性がなく、これまで私の旅スタンプがあった駅でもこのスタンプに置き換えがあったところとないところがあり、また、中心駅である千葉駅に設置されていないなど必ずしも大規模駅に設置されたわけでもなく、 達者に比べて、駅数と設置数の割合が低い。仙台支社1991年より、当時の東北地域本社エリアの内宮城県内を、中心とした本店エリアの東北本線、仙山線、仙石線、常磐線などの駅に設置された。下部に路線名と駅名が書かれ、上部に絵柄が書かれているが、特に目立った特徴はない。 設置後かなりの時間が経過しているため、多くの駅では状態が悪い。長野市社2003年よりエリア内の主な駅のスタンプが更新され、これまでの私の旅スタンプの円形版をベースにした新スタンプが制作された。これまでのフレーズに変えて、外枠と内枠の間に駅名、路線名、開業日、標高が書かれている。 新潟市社1994年頃から、新潟市社管内の主要な駅に設置され、同年のスタンプラリーで使用された。当初は JR 記念スタンプという名前だったが、スタンプラリー終了後は記念スタンプに、名前が変わった。正方形のシャチハタインで、路線別に、インクの色が異なる。後年の更新の際に、通常のゴム印に作り替えられた駅もある。 追加されたものには、2010年度に飯山線の新潟県内区間が長野支社から移管されたことに伴う津波駅、東下、町駅、2015年に開業した北陸新幹線の上越明光駅がある。消滅したものには、無人化に伴うものと北陸新幹線開業に伴う新越本線の三石移管に伴うものがある。 静岡市社過去に二度統一院が設置された。東海事業本部2002年に名古屋周辺の管内の52駅に設置された。のように路線ごとに形が異なり、イラストは大幅に簡略化された。駅名の他に路線名が入っているが、すべて東海道線など本線を省略した表記に統一されている。フレーズやイラストのモチーフなどは、 私の旅を引き継いだものも多い。ただし、インクはすべて赤を使用している。2008年の全社統一員の登場前後で状況が分かれる。全社統一員登場前全社統一員。登場前は主に当時のアーバンネットワークエリア周辺の支社で独自員が多く、見られたほか、金沢支社福井地域鉄道部や北陸地域鉄道部でも統一員が設置された。 全社統一院設置の際、設置駅の従来のスタンプは、新スタンプと交換の形で回収されたため、現在押すことができない。回収されたスタンプは、京都鉄道博物館に収蔵されている。全社統一院 JR 西日本は2008年3月15日のダイヤ改正に合わせて、館内すべての有人駅にスタンプを設置、更新することを発表した。 すでに新院に置き換えられている神戸、岡山、広島の各支社では、新駅開業に伴う追加設置及び、旧院のみ設置されている駅、未設置駅が対象である。新デザインは、旧国鉄の私の旅スタンプの円形版となる。私の旅、スタンプとの相違点としては、インクは主社ごとの統一。性の数が必ず3体、X スタンパー。 または、ホチキ姿によるによる、シャチハタ式であることが挙げられる。また JR 西日本公式サイトの駅情報で、スタンプの有無を載せている。金沢市社インクの色は赤。大阪市社インと、違いは少なく、キャッチフレーズの文字が細いことと施設名称が白抜きで、書かれることが、そう一点。京都市社インクの色は赤。大阪市社インとほぼ違いはないが、一部駅では、 図の説明が入る。大阪支社インクの色は赤。友人駅が多いためその数は120を超える。桜井線では、愛称制定にあたり、名称が変更されたものに交換された。和歌山支社インクの色は紫。絵柄は、大阪、京都市社員と比べると、やや簡略化されている。神戸支社2006年1月に、館内の駅に設置された。 通常のシャチハタインタイプとホチキス型のスタンプに分けられている。使用するインクは油性インクであるが、初期は現在主流の顔料系インクではなく染料系インクを使用していたため、夏印して時間が経つとインクの滲みが油性顔料インクよりもひどくなることがあった。2008年の JR 西日本の新ン一斉設置と同時期に 顔料系インクのスタンプに順次交換されたが、一部の駅では線料系インクのままである。福知山市社インクの色は青。枠の部分が細くその分駅名の文字がやや小さい。金沢市社とは対照的に要望により紙委託駅に追加設置されたものも撤去されておらず現在でも応印可能。 岡山支社2006年11月上旬の岡山駅の新駅舎使用開始に合わせて津山駅、中国勝山駅、新見駅、備中高橋駅、総社駅、府中駅、西大寺駅、伊部駅、小島駅、和家駅、岡山駅、倉敷駅、新倉敷駅、笠岡駅、福山駅、尾道駅、新尾道駅の各駅に設置された。その後増備されていき、 現在では、支社内のほぼすべての有人駅に配置されている。黒の顔料インクを使用した、シャチハタインであり、インメン下部にディスカバーウエストのロゴマークが入る。無人化に伴い復塩線の設置駅全駅、山陽本線では、三井市駅、上等駅間など、業務委託駅の多数、宇野線では、茶屋町駅などで撤去されている。駅の業務体制変更で、 スタンプが撤去されることが多い。米子支社インクの色は種。枠の部分が太くその分駅名の文字がやや大きい。広島市社インクの色は水色。2007年に行われたトレーンキャンペーンで他の市社員に先駆けて設置された。一部の駅はトレーン期間限定の扱いとされ現在では夏印できないことに加え無人化に伴い川棚温泉駅。 7県、茶屋駅などでも一度は設置されたものの現在は押せなくなっている。福岡市社員区の色は水色。広島市社員との違いはかなり少ないが、文字がやや大きい。小倉駅、博多駅、博多南駅の3駅にのみ設置。全2駅は、在来線は、JR 九州の管轄のため路線名は、山陽新幹線となっている。 JR カゴに制作されたスタンプは、国鉄時代の雰囲気を色濃く残した形態のものや、全く独自の企画のものもあり、統一感はあまりない。あまりスタンプに力を入れてはいないが、2007年のスタンプラリー20や2008年の JR 九州スタンプラリートレインピック2008のように、不定期にスタンプラリーを実施することがあり、その際は、 期間限定の駅スタンプが制作される。国鉄時代から、寝台特急や SL など、イベント性の高い列車には乗車記念スタンプが置かれていた。また、列車ではないが、生函連絡線にも船ごとに異なるデザインの乗船記念スタンプが用意されていた。現在でも、リゾート白神九州横断特急、早トの風、SL 番越物語、 SL 山口号といった観光列車などに置かれている。列車内で手軽に押せるように、多くは、シャチハタインを使用しているのが特徴である。私鉄、公営交通、第三セクターでも、駅スタンプを設置している事業者がある。以下に挙げる他に、京成電鉄、近畿日本鉄道、三義鉄道、養老鉄道、京阪電気鉄道、永山電鉄、 南海電気鉄道、阪神電気鉄道、神戸新交通、広島高速交通、一畑電気鉄道、高松琴平電気鉄道、土佐黒潮鉄道、島原鉄道、熊川鉄道などで、スタンプが設置されている駅がある。帝都高速度交通営団時代の1980年代に、主要駅に設置されていたが、民営火事に主要駅と地下鉄博物館に、 全駅共通の市民が用意され、さらに2005年3月から2006年3月までは、東京メトロの誕生1周年記念スタンプラリー、チャレンジ、東京メトロ全駅スタンプラリーとして全駅に設置された。ただし、他社管理駅は、手前の駅に複数の路線がある場合は、同一柄を各線に1個ずつ配備した。形状は駅ごとに異なる。 デザインは各駅ごとに決められたため、バラエティも豊富だった。このスタンプラリー終了後も、応援可能だったが、後に全駅で撤去された。また、英団時代のスタンプが地下鉄博物館と銀座駅に残っているが、新会社移行直後より、英団職を極力排除した中では貴重な存在である。1982年に登場し、その後全駅に設置された。 2008年現在、片瀬江ノ島駅以外の駅では、改札窓口や駅長室に保管されているが、一部では処分された駅も、ある。2021年には、小田急電鉄の創立記念日である6月1日に、一斉リニューアルとして、全70駅に設置された。スタンプカラーは3種類としており、小田原線の駅は、特急ロマンスカー GSE をイメージした赤。 江ノ島線の駅は海のイメージから青、多摩線の駅は丘陵のイメージから緑としている。川口湖駅に6種類ほど設置されているが、スタンプのイラストには JR 車両が描かれているものもある。伊勢崎、日光、絹川、佐野、桐流、野田、東場の各線の主要駅と名所下車駅に設置している。スタンプ用の机はなく、 改札内に保管してあるため状態は良い。1999年に秩父鉄道創立100周年記念スタンプが当時の全34駅に設置されたが、それ以前に各駅に設置されたスタンプや2008年の和道黒谷駅の駅名解消時に設置されたスタンプなどが存在する。また、毎年各種スタンプラリーを実施している。 2021年10月23日に全37駅分の駅スタンプをリニューアルした。駅設置の駅スタンプとイベント限定駅スタンプを合計40個制作し、スタンプデザインは各駅舎等を用いている。以前からスタンプラリー用を含めて浅草、三田、新宿の各線では主要駅、大江戸線では全駅に設置されていた。 2005年に大改定され図案が変更及び8.5センチメートルの円形となるとともに、他社管轄である押上げ、白金高菜は、白金台、目黒を除く全駅と、京王管理駅の新線新宿に設置されるようになった。その後、2011年5月23日より、駅スタンプを更新したとのお知らせが公式サイトにてアナウンスされた。なお、9位は、 都電荒川線と都営バスにも設置されており、2008年現在、荒川電車営業所に設置された3駅と臨海支所臨海支所で使用されている。これまで関東の駅100選,選定駅以外にはスタンプがなかったが、2006年夏より、懐かしの駅舎スタンプラリーが行われ、全駅に設置された。その後、2008年以降は、毎年スタンプラリーが行われ、 同期間中の未全駅にスタンプが設置されている。図柄は毎年異なる。大阪市営地下鉄時代は1983年に地下鉄開通50周年を記念してニュートラムを含めた全駅に設置された。1996年にデザインを一新しており、その後の新線開通時にも必ず設置されていた。なお、地下鉄の売店で、 スタンプ帳を販売していたことがある。大阪メトロになってからは、2019年4月1日より、開業1周年を機に、全133駅の駅スタンプをリニューアルした。合わせて、スタンプ帳を作成し、2019年4月22日から、全駅で配布した。時代を問わず、路線ごとのデザインで製作されており、多くの場合駅長室で押すことができる。 全駅に設置している。全駅に設置している。広電宮、島口駅にのみ設置している。天神大牟田線の西鉄福岡駅、宮野神駅、西鉄久留米駅、大前寺駅、西鉄柳川駅、大牟田駅、太宰府線の太宰府駅、天城線天城駅、貝塚線の貝塚駅、名島駅、貸井宮間駅、西鉄貸井駅。 柏花園前駅の各駅に設置している。天城駅に、木山駅、松崎駅のものとともに設置。昭和46年の地下鉄開業後、比較的早い時期より、南北線、東西線、東方線の各駅に、スタンプが設置されている。サタデーテーリングのスタンプとは異なるが、数年に一度、地下鉄駅のスタンプラリーも行われることがある。 開業以来の S マークの頃と ST マークに変更となった後は一部の駅のデザインが変更となっている。開業記念のスタンプは近年まで札幌駅に設置されていた。昭和12年日本統治時代の台湾のキールン駅の駅スタンプ、台湾鉄路管理局が管理している鉄道駅にも駅スタンプが設置されている駅がある。2015年には JR 東日本、京急鉄道、西武鉄道、台湾鉄路管理局が共同で、日体縦断、鉄道スタンプラリーを開催した。2017年には、京急鉄道、西武鉄道、東武鉄道、台湾鉄路管理局が共同で、日体縦断、鉄道スタンプラリーの第2弾を開催。台湾鉄路管理局の駅に加えて、 台湾新幹線と台湾中の早う駅にも駅スタンプがあります。通常、スタンプの原版は手作業で制作されるため、時には間違えて違う絵柄になる場合もある。多くはすぐに発覚して正規のものに差し替えられるため、押せる期間が短く貴重なものとされている。なお、エラースタンプとまでは言えないが、次のような事例もある。スタンプは通常、 その鉄道会社が地元の文具店に発注して制作する。イラストは業者に描かせることもできるが、費用や日数がかかるので、発注者が自分で描くことも多い。従って、スタンプの直径などは、ある程度企画化されている。ゴム印でやれば約1万から1万5千円程度と、比較的安く発注できる。シャチハタインは2から3万円。 ホチキ姿は4万円以上する。ありがとうございます。